二本松義継、畠山義継は、戦国時代から安土桃山時代の武将、二本松氏、第九代当主、道の区国足達軍二本松城主、畠山義継主従人没秘天文十一年、二本松氏、第八代当主、二本松義国の嫡男として生まれる。天正八年に、父、義国が死去する以前には家督を継いでいたものと思われる。 天正十三年、伊達正宗が、学府、田村清明と共に、大内定綱を攻めると、定綱と隕石関係にあった、吉継も、正宗から攻撃を受けた。吉継は正宗に降伏を申し出たが、正宗は、吉継を許さず、二本松付近のわずかな土地を除いて、所領をことごとく没収し、大名としての地位を維持できない状況にまで追い込もうと、した。 この条件は、正宗の父で、隠居の輝き衆や伊達城実らの圧線で緩和された、ものの、正宗を深く恨んだ義継は、10月8日に、宮森城にいた輝き衆のもとへ参上した際に、輝き衆を拉致して、日本松城へ連れ去ろうとしたが、途中の高田源で、正宗に追いつかれ、輝き衆と差し違えて死んだとも、あるいはこの時輝き衆もろとも射殺されたとも言う。 去年 34? 吉次の遺体は正宗により切り刻まれ、その上、藤鶴れで繋ぎ合わせて無残に吊るされたという。ありがとうございます。